神童、暴れん坊、頑固一徹、信念の人。安政4年6月17日、彦根藩士弓道家の家に生まれた増島六一郎にはこんな呼び名が後に付けられた。明治から大正昭和にかけ、我が国の法律に革新的な息吹を吹き込み、弁護士の社会的役割を築き上げた人。そして何より増島六一郎は中央大学の前身イギリス法律学校を創設した一人であり、その初代校長でもある。この映像は時代を駆け抜け、誰よりも早く国際化を先取りした一人の男、増島六一郎の物語である。六一郎は少年の頃から語学に秀でた才能を示した。22歳で東京帝国大学を卒業、岩崎弥太郎の講演を得てイギリスのミドルテンプルに学ぶ。帰国後、イギリス法の理念を伝えるべくイギリス法律学校を設立。これが後の中央大学となる。イギリス法律学校は六一郎をはじめ新進気鋭の法律家18名の志が一つとなって明治18年9月10日に開校した。校舎は神田錦町2丁目2番地、敷地818坪の旗本屋敷を利用した学校であった。初代校長は増島六一郎、初代幹事は渋谷浩二。教員には増島校長をはじめ東京大学法学部に学び、あるいは欧米留学の経験を持つ法律家たちが集まった。開校の三大目的は、イギリス法の前科を享受すること、法律の書籍館を設けること、日本語でイギリス法書籍を著述することを明確に掲げている。イギリス法の教授とその普及を通じ、日本における司法制度の確立を目指して発足した。イギリス法律学校の授業は英語で教授する方法を取らず、特に日本語で広くイギリス法を教えた。通学の困難な者のためには校外生制度が設けられ、さらに教員の講義内容がそのまま印刷されて講義録となり、全国に配布されている。またイギリス法の実地応用を図る目的は、学科目中に訴訟演習が設けられ、広報会などの学内討論会が毎月のように開かれていたことにも具体化されている。こうしてイギリス法律学校は開校直後から急速に発展した。当時の発展の様子は明治21年9月の法学協会雑誌に、私立五大法律学校中にても最も評判の高きイギリス法律学校は近来前時に盛大となり、本年に至りてはなお一層の盛大を来すべき傾きにて、現に校外生の申し込みのごときほとんど2万の数に達したと記されている。近代国家の道を歩み始めた当時の日本の国情が背景にあるが、特にイギリス法律学校の発展には校舎が官庁街に近い神田に位置し地の利があったことや、教師に新進気鋭の法律家たちが集まったことに加えて、学生に法律の実地応用教育を施すためのきめ細かな配慮が組まれていたことも見逃せない。以後校舎も増築を重ねるとともに、東京法学院への改称改装を経て、開校後20年目の中央大学のスタートにつながる。明治38年8月18日のことである。六一郎生涯の大事業の一つ、イギリス法律学校はこうして見事に開花した。
弁護士が代言人と言われていた当時、バリストル増島六一郎は日本の弁護士界にも大きな足跡を残した。さらにイギリスで実践的な法令の在り方を学んだ六一郎は、海外でも多くの友人や知人を得て頻繁にアメリカを訪れている。この写真もその訪米の時の記録。米国弁護士の有志が社団法人コモンローファンデーションを設立した時のもの。コモンローファンデーションは六一郎をニューヨークに招き、会の設立を共に祝った。こうした海外の法律家たちとの親密な交流を通じて、六一郎は英米の判例集の収集にも心血を注いだ。その結果が六一郎生涯のもう一つの大事業、請求律書院の開設である。当時の日本では例を見ない規模の法令書籍館であった。昭和9年、請求律書院の維持運営のために財団法人請求堂財団が設立された。戦後は日本国としての英米法の研究が盛んとなり、関連文書の収集が勝利の急となった。これを受け、昭和24年、請求堂財団所蔵の法律書のすべては最高裁判所に寄託され、請求堂文庫として一般に公開している。現実を反映したその内容は、現在改めてその先見性が注目を集めている。近寄りがたい、怖くて、よく孫がおじいちゃんなんてやりますね。そういうことは全然気持ちも起きなかった。怖い人でしたよ、うん、向こうは怖くないんでしょうけれども、その親しみを持って飛びついていってっていうようなことは全然したことがないですね、私、はい。祖父が病気したっていうのを覚えてないんですもんね、全然。いつも元気で、ですからやはりそれは食事も決まったものしかいただかないんですよね。で、毎日朝食事前に散歩行きまして、食事いたしますと、あとまたずっと書斎で勉強してるっていうことの繰り返しですけれども、あの単調な生活がかえってよかったのかもしれません。いつも羽織袴履いて外国に行きますけど、靴なんです。それでね、もうとっても有名な話があるんですけども、私のおばあがやっぱり一時ちょっとアメリカ行っておりましてね、本当に恥ずかしかったって、何って聞きましたら、うちの祖父が靴履いて羽織袴でステッキ担いで、そのステッキの先に信玄袋をぶら下げてニューヨークを平気で歩くって言うんですよね。もう恥ずかしかったわって話は聞いて覚えております。そういう頑固さはあるんですよね。若き日にイギリスの法体系を学び、そこに正義を反映した精神を見出し、国家と法律の在り方を積極的に提唱した増島六一郎。岩崎弥太郎が心配したという小柄細身の六一郎は、数々の偉業を成し遂げ、昭和23年、93歳でその生涯を閉じた。しかしその精神は六一郎没後も連綿と受け継がれ、今の中央大学にしっかりと根付いている。中央大学の伝統の一つ、法律学の強みや法曹界への多くの人材輩出も、その源流をたどれば増島六一郎を中心とした若き仲間たちにつながっている。